夏に近づいてきて、いろんな虫がわんさか出てくるようになってきましたね。で、まあ、僕は田舎育ちなんで虫とか全然平気なんですね。皆さんどうですかね、虫苦手な人多いと思うんですけど、そうですね、虫といえばですね、いろんなエピソードがあるんですけど、まあ例えば自転車乗ってたら口の中に虫が入るとかありましたからね。まあそんな田舎の虫エピソードはいつかまた話す機会があればにしましょう。お前一回負けてんだろうが。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第36回目のデジモンアドベンチャーの実況をやっていきます。お願いします。前回はですね、ついにバンデモンと対峙しました。そんな中、バードラモンがさらに進化をしてガルダモンになりました。で、なんとか逃げ切った子供たちで、当たり前のようになぜかいた源内で、その源内から8人目の選ばれし子供がいるという話を聞いて、その8人目の子供と一緒にこの世界を正さないとダメだということを言われました。で、バンデモンが日本に行くと、まあ観光でもするんですかね。まあ日本に行くということで、子供たちもちょっと日本帰ろうぜっていう風になってます。で、今回はサブエピソードをやっていって多分終わっちゃうと思います。なんだこれ、オーガモンの骨？カラオケ大会、カラオケ来てー。じゃあまずはこれやっていきましょうか。オーガモンの骨、あのオーガモンと再会、本人は人違いと言い張るが、てんてんてん。うん、まあ東京にもいましたけどね、オーガモン。じゃあやっていきましょう。パーティーはちょっと変えよう。大地ダメ、パタモン、空は、うん、これでいいか。じゃあこれでいきましょう。オーガモンの骨、いきましょう。どんな話かさっぱりわかりませんが。ん？見て、タケル、あそこにオーガモンがいるよ。あいつ、どうしてここに？ファイル島からわざわざ来ねえだろ。ガキどもがなぜここに？まずい、ここは一芝居打つしかねえ。そのオーガモンだった、当たってた。何か企んでるのか。いや君たち、闘技場に何の用だい。お前、俺たちを何度も襲ってきたオーガモンだろう。いや、それはきっと私のいとこのヒージーさんの弟のオーガモンだ。遠いな、いとこのヒージーさんの弟。もうめんどくせえや考えんの。私は別のオーガモンだよ。まあそういうことにしといてやるか。子供たちの方が大人じゃねえかよ。オーガモンはここで何してるの？愛用の骨コンボがボロボロなんで、新しいのを取りに来たのさ。ねえ、それって何の骨なの？知らねえのか？聞いて驚くな。なんとスカルグレイモンさ。スカルグレイモンの骨？おいや、そうだ、お前ら手伝ってくれねえか。今から近い席の奥のところまで行くから追っかけてきてくれ。ねえみんな、あのオーガモン本当に信用しても大丈夫かしら。いざとならばやっつけるさ。罠にかける感じはなかった。まあ子供ならこっちだろうな。いざとなればガルルモンがやっつけるさ。そういうことじゃなくて、罠とか騙し討ちされないかってこと。あれ？考えすぎじゃないのか？まあ、どうなっても知らないんだから。あららら。ミミちゃんとはダメだった。くそ。うわ、なんでこんないっぱいいんの？マジかよ。よし、大型は全部倒したかな。で、地下は確か、あれ？どうやって行くんだこれ。おとととととと、お前に用はない。うわ、復活してるし。
なんだよ。あったあったあれだ。ようやく来たか。それじゃあ骨狩りを始めるぜ。骨狩り。なんだよ骨狩りって。うるせえ。スカルグレイモンの骨を狩るのをそう言うんだよ。スカルグレイモンは厄介だから俺の言う通りにするんだぞ。お、セーブ。ん？どこに行けばいいんだ？なんも出てこないけど。おっと、バケモンがいるよ。これまた迷いそうだな。こいつは気づいてねえのか。どこに行けばいいんだい。もう適当すぎる。もうこういうダンジョンものは。いやー、ドリモゲモン来ない。オッケー。絶対今追い込まれたと思った。とと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 。なんかついた。大きな扉だね。奥に何があるのかな。お宝だ、お宝。開けてみる？うん。おいチビスケ、何してんだ。スカルグレイモンだ。マジかよ。スカルグレイモンは手がつけられねえ。フッケルは俺の弟だ。見捨てて逃げられるわけないだろう。チッ、仕方がねえな。またスカルグレイモンと戦うのかよ。マジか。このパーティー？マジかよ。くそー。バーサルモン。オーガモンチェンジで。お願いします。しょうがないな。残念。うわ、全然効かねえ。パタモンどうするか。こいついてもいなくても変わんねえな。ガードディア。弱え。お、ミスった。くそ。残念。攻撃力上げるか。アイテムがない。さあ、回復アイテムしかないか。もういいよ、ずっとガードで。いや、さあ、残念。残念。
ケー。楽しかったよ。よし、パタモンもレベルが上がった。で、どうなんだ？お兄ちゃん！タケル、大丈夫だったか？うん。パタモンも無事でよかったよ。あー、びっくりした。オーガモン、使いそうな骨は見つかったかい？ああ、久々にいい骨が枯れたぜ、ヤマト。なんだよ、オーガモン。何度も戦ってる俺ですら恐れるスカルグレイモンに立ち向かうと、なかなかいい根性持ってるじゃねえか。これをやるよ。狩の霊もあるしな。めっちゃいいやつ。死守、 HP が少ない味方への攻撃を自動的にカバーようになる。おお。おい、ちょっと待てよ。いいやつだな。もらっておくか。本当にありがとう、お兄ちゃん。どう痛まして。俺たち兄弟なんだから当然さ。うん。これで一つ目は終わったかな。一旦セーブしておきます。うん、二つ目のエピソードいきましょう。カラオケ大会。うわ、カラオケ行きてー。ほんと行きてーな。しばらく行ってないな最近。耳に助けを求めるゲコモンたち、果たしてその原因は点点点。ほう。まあ、パーティーはどうしようかな。空かな。よし、これ行きましょう。あれ？戻っちゃった。パーティー戻っちゃった。こうか。で、これでこうか。はい、行きまーす。素人か。でも歌わないんだろうな、きっと。くそ。みんなー！久しぶりー！お姫様ゲロ！助けてゲロ。またかい。みんなヒロヒロね。一体どうしたの？お殿様のカラオケのセットも。どういうことだ？お姫様の歌でお殿様の目が覚めたのは良かったけど、お殿様のカラオケが朝から晩まで鳴りっぱなしで全く眠れないけど。オールしてるわけか。そこでお姫様にお願いだったもん。カラオケ勝負でお殿様をコテンパンにやっつけて自陣喪失させてほしいんだもん。そしたらまた目覚まさなくなるんじゃないか。でもそんなことをしたら余計にカラオケの練習に力を入れるんじゃないですか。そうね。そうゲロね。困ったゲロ。大発見タマ。お、どうしたゲロ。あの薬の製造法が見つかったたま。ほんとゲロ？ねえ、話が見えないんだけど。あの薬って何？この城に殿様ゲコモンの声の大きさを調整する薬のレシピがあるけど、なんて便利な。都合のいい。へえ、面白い薬があるのね。この薬が作れればお殿様の声を小さく抑えることができるけど。それなら、殿様ゲコモンもカラオケを楽しめるし、みんなも安心して眠れるわね。おちめ様、どうかこの薬を作るお手伝いをしてほしいたま。わかったわ。みんなには迷惑をかけたこともあるし、頑張る。万歳、万歳。料理できんの？料理というか、なんでここ？この地下に薬の材料が隠されているのね。材料は全部で3つ。なぜわざわざ複数箇所に分けて保管しているのでしょうか。高城藩、きっとそれは通帳とハンコのようなもんやで。なるほど、貴重な材料なんですね。なんで通帳とハンコ。わかんの。え、この説明で納得できるの。とにかく薬の材料を全て集めて下校門に渡せばいいんだな。一旦セーブしようか。なぜテントモンが通帳とハンコを知っている。ないね。さすがに敵はいないんじゃないか。あ、一つ目、薬の材料。
残りの材料はあと2つよ。頑張って、ミミ。頑張ります。敵はこれ敵じゃないよな。びっくりした今。はい、2つ目、あと1つ。なんかあっさり見つかるな。また殿様ケコモンと戦うのかな。はい、最後 OK 渡しましょう。ちょっと待って、あ、まあ空がいるから完全体はいるんで大丈夫かな。バトルになってもゲコモン。おお、材料がすべて揃ったギャロ。これで薬が作れるギャロ。もう終わりか。コウシロウハン、どうやってパソコンしまったんだ今。完成したたま。やったゲロ。お姫様のおかげゲロ。よかったわね、ミミ。あとは殿様ゲコモに飲ませるだけね。まったくもう。怒っちゃダメよ、ミミ。薬を作ったはいいけど、薬を飲ませる方法を考えてなかったとはな。お恥ずかしいゲロ。お殿様は味にうるさいゲロ。食べ物に混ぜるのは無理ゲロ。結局、無理やり飲ませると。なんで私がこんな役を？頑張って、ミミ。お姫様、ファイト。おはよう。うミミ、早く逃げて。結局こうなるの？またかよ。お前一回負けてんだろうが。またかよ。くそ。しょうがないな。そのメタルクレーンも入れるべきだったな。まあしょうがない、レベル上げのためだ。で、君は安定のカードね。ちょっと強くないかい。ちょっと強くないかい。誰が一番まずい。パターモンは自分で回復させるからポケモンだな。ちょっと待って、こいや。でポケモンは攻撃ドーン。ありがとう。シャドウウィング。ガルダモンにはちょっと頑張ってもらわないとな。シャドウウィング。踏みつけ、よし、ミスった。で、君ガード攻撃、よし、オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、シャドウウィング、で、はい、君ガード痛い、よし、ナイスガード。違う、オッケーオッケー、弱え。君ガードディス。シャドウウィング。きたー。ギャー。ギャー。くそー、つえ。あ、ミスった。カードか。カードもな。殿様ジャンプ、ミスった。ミスってやがる。倒せなくはないな。よし、ラストこいき。オッケー。
セリフは変わんないな。ガルダモンになってもレベルも上がらず。みんなは迷惑しているとは知らなかった月光。カラオケは朝から夕方までにする月光。結局やるんだ。お姫様、今回はお世話になったゲロ。いえいえ、僕らの感謝の気持ちゲロ。オートヒール、おー来た。オートヒールまたか。ありがとう。みんなこれからも仲良くね。じゃまたね。結局また殿様ゲコも倒しただけだったな。さあ、今回はサブエピソードだけにしておきたいと思います。次回ですね、この闇の城ヴァンデモンをやっていきたいと思います。まあこれまた長いダンジョンなんだろうな。ってことで、今回はここまでにしておきたいと思います。次回ですね、またメインエピソードを進めていきます。 Twitter とブログ相変わらずやっております。ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。ヴァンデモンを止めるためヴァンデモンの城に忍び込む子供たち。しかしそこは頭の悪いウプ主を混乱させる仕掛けだらけの迷宮ダンジョンだった。果たして子供たちはウプ主を無事ゴールへと導くことができるのか。次回デジモンアドベンチャー実況第37回、いやそういう名前だ、今実況が進化する。